Live with nature, ride on time。 神だカップルに俺が料理を作ってめっちゃうまいじゃねえよ、寝ろや、寝るよ、寝れ。グッドモーニング、パンを食らされました。モーニングコーヒー飲もうよ。なんでよ、私はプラスアルファで香りも、うん、モーニングモーニング。どうだった、計算止めて。最高だったよ。いや、マジ使わないでほしいかもしれないね。ケイさん、なんか誰かファンがさ、お土産で買ってくるかもしれない。ああ、そう。ケイさんにシャークを。誰かケイさんに。違うでしょ、別に。俺じゃないでよ、もう。いや、絶対皆さん、誰かケイさんにシャークをお願いします。ほら、リブ・ウィズ・ネイチャーの。どうする？どうする？ 10 個ぐらい来たら。ずっと車に積んどくわしない。寝心地よかったらそうしないで、うん、枕。でしょ。いや、枕にしちゃダメだ。ダメだ、潰れるでしょ、枕にしたら。枕にちょうどダメだ。これに、あの、なんかくるんでね、うん、ちょうどいい高さ。やめなさいって、潰れるでしょ。ちょっと歯も折れてきちゃう。もうね、だいぶね、うちらのね、いつも真ん中で寝てるからね、ゴワゴワなってきた。かわいかった。でしょ。皆さん、ケイさんにシャークをお願いします。ケイさんシャーク。でもどっちかというとシャチの方が好きなんだけど。あ、シャチもいた。じゃあシャチで。シャーチン、シャーチン、お待ちしてます。コーヒーセットがどんどん進化していきますね。やってね。スタンレーアドミラルマーク、これも廃盤で買えないんですけど、Kさんが1個だけまだ在庫持っていたのでここに出しました。何をやってる方なんですか。それにバイヤー、ワテイオンタさんのドリップホルダー、これがこちらにシンデレラフィットするわけですよ。そしてですよ、その上になんとこれ折り紙フィルターホルダー、折り紙でございます。なんか絶対商品名違うと思うんだけど。え、ドリップホルダー。あとは新しいコーヒーミルを買うとだいぶ良くなります。もうミル壊れてんの。引いてる手応えねえの。まばらなの。そう、バラバラなの。うまいところはこんなに。俺初めてこれ使った時、使い方わからなくて、ここに今明治時期。なんかゴリゴリ言わねえなと思って、あれ終わったかなと思って見たら豆のままなんですよね。そりゃ当たり前だろうなと思って。こちら、Kさんから購入したマグなんですけど、裏に K って入ってました。え、ほんとだ、うん、これと同じところの豆をすくう、なんていうんだろうな、計量カップこれもいただきました。それ、ね、あ、いただいてないって。これは譲ってくれませんでした。そしてこれ見てください、これフェローって言ったっけ。フェローコーヒー豆を入れるケースです。これ欲しいね。これこうキュッキュ回すとか、キュッキュ回すと中が真空になって豆が劣化しにくくなる。酸化しない。不酸化みたいです。こうすると緑っぽく見えるの分かるかな？ここの部分がこうなると中が真空になって、これが外れないと。これを押すと、中の圧を抜くことができます。おい。すごい。コーヒーの匂い、おいしい。まだ飲んでないって。匂いでおいしい。ちょっと。少ないって。なんでよ。考えても少ないでしょ。それではいただきます。おいしい。おお。グッド。ちゃんとグッドコーヒー。ちゃんとみんな同じ味だね。そうだね。いつもムラがあったから。おいしい。
うん、あ、そっか、そうです。じゃあ、パンいただこう。わっほー、どれうまそう。わ、空洞になってるから、塩パンは、うん、ふわふわだ。食べよう、食べよう。いただきます。あったかい。いただきます。めっちゃうまそう。めっちゃうまそうなんだけど。あー、やばい。おいしい。うん、これやばいな、うん、なんかシンプルイズベスト的な、うん、これでみんなもらえるの、まあ、さんだけ。いやいやいや、みんな泊まった人、泊まった人みんなもらえるの。すごっ。泊まった、バターがすごい、うん、めっちゃ美味しい。めっちゃうまい、うん、これはやべえな。うん、なんか近いな。そう、うん、画角に入りきらんないから。横幅広いから。意外すけ。うまい、うん、おいしい、うん、外側カリッとしてるのに中ジュワーってなる。これはうまい。これは買いに来るの分かんない。うん、うん、いや、そこで拭くなやん。最高な朝の日。うん、うん、また、しかもまたパンくれ。え、マジですか。いや、すいません。すいません。これ、これ何？これクリームパンだ、うん、あ、これか。これアンパン。これか。これあれだ、麦の。クリームのクッペ。俺クッペ。あのチョコクッペ。俺クリームパンがいいな。これ。これ。これ今あった赤いと思う。あ、アンパン。あ、絶対美味しい。やば。ちょっと熱いかもしれない。熱いぐらいがいい。うわ。ちょっとやばいやばい。なにこれ。あったかいアンパンって初めてかも。ああ、そうか。違う食感だ。美味しい。うまい。鳥の声が。2杯目のコーヒー。先日私たちの講座イベントに来てくださった方がくれました。うん、庭のね、恵みのブレンド、キャロットさんのコーヒーですね。粉を入れる。お湯を少し。いや、入れ方かい。いや、だって初めての。ね、ちょっとやってみます。そうだね、飲んでみる。予報通り。よよどういうことこれで。でもこれでチューブ化なんだ。結構固めだけど、この回せる。深入りだと固くならないの。深入りだと回しやすい。うん、あ、いや、豆でも固くない。水分量が少なくなる。80度ちょうど90度ぐらいだね。薄いかな。ちょっと近いし、近いし薄いし。薄い。やっぱりちょっと違う感じですか。なんか違う感じがするんだよな。これも飲んでみる。お、あ、でも美味しいですよ。いや、いいんじゃないですか。多分 K さん深いの好きだからかもしれない。あ、確かに普通に飲むにはちょうどいいですよ。あ、うん、美味しい美味しい。確かになんかフルーティーな感じの味しますね。
うん、美味しい。携帯が行方不明でずっと探しておりますねえ、こういうことが起こらないためにこれ買ったのにさ、バカなんだね。ポケットの中に入ってねえのかどうか。まあ、撮られていくだけだから、ね、面白かった。ぜひ皆さん、本を買ってみてください。言っていいのか、別に。もう出てるもん。出てる。ほ、うん、ほ、ほです、ほ。ほ、ほ、ホタルの大爆笑。違う、それトリックだね。いや、楽しい。変な、そんな、なんだろうな。いやいや、このタイミングでなんか良かった。良、うん、かった、良かった。しかも雨も止んで、ちょうど、うん。あの人、晴れ男なんだな。じゃあ。6月が25日だけど、もう多分この動画が出てる時にはもう出てる。皆さんぜひ買ってください。どのぐらいのページかな。映える写真だったら見開きの場合もあるよ。いや、もしかしたら表紙飾るかもしれない。それはないと思う。香りのアップ近い近い。大丈夫、広角レンズだったから近くはない。ちょっと片付けれると片付けますか。いい思い出ができた。マジタイミング良かったね。ね、そういう仕込んだわけではないんだ。たまたまって。たまたま。本当たまたまだもん。たまたま。全然知らん。たまたま。たまたま。やめなさい。たまたま。やめなさい。僕のたま。ほら。使えないから。使えない。大丈夫。自分であのピー入れたから。じゃあ片付けるか。いや、天気が良くなったね。本当晴れてきた、晴れてきた、ね、晴れてきたわ。本当なんで片付け終わった。もうちょっと我慢したら乾燥エステッシュ出てかもしれない。いでもほら、予報は雨だったな。まあ確かにな。よし、じゃあ昼でも食べに行きますか。ね、美味しい、はい、ケイさんのおすすめ、まず気をつけてちゃんと。おいおいほら、ほら、ほら気をつけて。ほら、マウントバイブス行くよ。はい、それじゃあ、じゃあレッツマウントバイブス。ということで、はい、え、そういう感じじゃないの。空回りして暴走しております。なんでやる、はい、OK、 行っていきますか。行こう、行きましょう。次のところ、はい、はい、何これ。あっさり系、あ、全然色違うね。うん、じゃあ念願のシナトラいただきます。うん、まずスープから。ああ、いいね、この魚介の、うん、小麦の風味がすごい麺じゃん、魚介。すごい魚介の味、うん、見てこの麺、うん、近い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 近要は満足じゃん。今朝もごちそう
最高。おさす。めっちゃうまい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。失礼失礼。すいません。なんか好きなの。ちょっとこぼした。すいません。ごめんなさい。いや、これで帰り、ラーメンの、あの、ね、到着しました。念願の場所。何ですか？こちら、ドラマ館でございます。チュチュの家どこから入るのかな。北の国からグッズが売っているということで、うん、こちらを目的。ああ、行くぞ。あれそうです。こちら、いいのかい？入るよ。はい、入ります。いいのかい？ドラマ館。お邪魔します。お邪魔します。カゴあったの？あったよ。あった？あったよ。よそれが欲しかったのね。これがどうしても欲しかったのって。うさぎ工務店。うさぎ、うさぎ、これは持ってんだよね。工務店じゃないじゃん。違うんだね。うさぎ印。なんて読むの？これ文庫もある。おー、かっこいい。やべえ。買ってあげる？ここやばいな。文庫もこれやばい、投資と。すごい、買わされよ。買わされよ。いや、俺は買わないから。ほら、やつあったよ、ボガちゃん。ああ、ちょっと、あ、着てみたら。てみる。これね、ここにしか着てない。へえ。似合うよ。めっちゃ似合う似合う。なんか着てなかった、そんなの。いや、持ってない。いや、持ってないんだ、これ。ちょっと違う。着るなら L の方がいいけど。うわ、本当にいるのか。そこ、そこなんだ。ちょっとゆっくり考えて。うん、他にも。ゆっくりはできない。あ、そっか。ないね。これです。なに、かわいい。かわいい。中ちゃんジャンボ。本当だ。かわいい。これ今さ、もうさ、多分あんまり売れてないじゃん。いや、だってもう時期が。じゃあこのトートをやめる。これかわいいけど。うん、トートはやめよ。うん、これはやめよ。じゃあそれでいいんじゃない。うん、でも。帰ったら早速もう黒板になるから。はい。買いました。北野君。はい。楽しかった。楽しかった。楽しかった。無駄金だと思ってるかもしれないけど、本気でもう何年も前からあのドカジャン欲しかった。まあ無駄金ではありございません。あとあれだね。これ。あれだわ、三つ馬の長靴買わないと。そうだ、ね、三つ馬はどこでも買える。ここに虎柄入ってるやん。意外とないんだよ、虎柄のやつ。高いですよ、4、5千円するああ。いや、三つ馬だから。三つ馬だっていいから、うん、デートか、デートなのか。ヤス取られまくる。はい、ということで、はい、こちらリングルテラスへ行きます。やってきました。リングルテラス、初めて来た。嘘、え、初めて。雰囲気いいなよ、うん、なんかろうそくのお店とかあるんだよね、キャンドル。そういういろんな、そのこの森の中にある、こういう雰囲気がいいのよ。でも雨降ってても、こんなに木で当たんないな、うん、あ、めっちゃいい ね、トトロみたいな。隣のバッタ、何歳のリングルが住んでいますか。んイングルってやるの？あ、人住んでるのこれ。イングルって人のこと？え、違うでしょ。モンゴル？なんかあれでしょ？モンバト？妖精でしょ？あ、そういうこと？うん。だから覗かないでって書いてるよ。うん。だからどっかに住んでるのさ。妖精がいいんじゃない？いや、なんか。え、これでこんな感じで。へえ。こういう店がすごいね。こんな感じでお店。全部ね、店内撮影してる。本当だね。で、今朝ここでほら。はいね。ちょっとやって。ちょっとあのチュチュのやる？やチュチュの家。これ何の家？これ。チュチュの家だよ。クローズって書いてるのダメだ。チュチュの家だよ。はいはい。チュチュ。オフィハウスなのね。あ、なんかあれ、お店。なんか音聞こえ。チュチュの家。やめ。チュチュの家だからチュチュしてよ。こちらが森のコーヒーでございます。森の時計でございます。はい、行きましょう。行きましょう。はい、なんとここはカウンターだと自分で見るを引けるようです。わーい、楽しみ。こんな感じで自分で見るを引けるよ。こちらへ
めて入れて、うん、あいい香り、ゴリゴリします。すごいなんか見るとこういうものが噛み方が違うんですよ、豆が噛みついてる、噛みついてる、うん、強肩だわ、うん、香りをお楽しみください。違うで飲むんじゃないか。めっちゃいい香りする。香って。あぶね。下に見えない。美味しい。なんかね、すごい優しい時間の流れてる感じがする。美味しいでございます。ありがとうございます。近いって、近いってなんでよ、なんで。はい、皆さんどうでしたか。はい、今日はね、今日はじゃない、今回は、はい、3人でのキャンプで、うん、したはい、楽しかったね。面白かった、ね、最後にこんな本当、ね、癒しの、ね、優しい時間を過ごしました ね、はい、帰りますか。帰りましょう、はい、それじゃあ、じゃあまたね、またね、バイバイ。おいおいサザエ、おい置いてくなっておい